だよ。なんつったんだあいつ。お腹が空いたしか聞き取れなかったよ。でこれ思いました。これね北斗の拳と一緒でステージクリアしてもウラン回復しないから、これ序盤のどっかで稼いだ方がいい。どこ稼げる場所あるかこれ。モアイからコインって言ったな今な。んコインなんだ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 。ボーナスゲーム始まった。なにこれなにこれなにこれ。やっぱ2つ叩くのか。あそうだ2つやっぱ叩けばいいんだ。いやーありがてえ。このコインがあればなんとかなるかもしれん。このモアイマジですごいな。コイン無限に生んでくれる。あとついでにアイテムコイン持ってバザール来たぞ。とりあえずスタンド行こう。セレクトプラス A ボタンね。あー来た。つかウランもっとくれないと大変なことになるんだけど。ちょっとウランもっとよ。あー買ってるウラン買ってる。あえ嘘。アトムにしか蓄積されないのこのウランスタンド。マジで言ってるそれ。マジか。アトムにしか補充されないのマジかよ。ちょっと新聞買うか。アトム墓地で死ぬお前お前マジで許さんからなこれ。冗談でもこういうこと吐くな。歌聞く ?10 はい。タンタンタヌキのお前ほんとにさ、みんなこの歌知ってるかな。いいやもういいやこの歌触れねえわ。それではアンコールにお答えして踊るアトムに見るアトム。踊り疲れてウランがそんそんバカだねやかましいわもう。そうかコナミか。いやコナミならやるなこういうことな。1コイン恵んだ。おありがとうございます。旦那も古事記やれよ儲かるよ古事記は3日やったらやめられるおいコナミお前時代が時代なら本当にこれ問題になってるからな。よかったな1980年で。このバザー本当にろくなやつがいないな。結局攻略のヒント得られてねえんだけど。コイン20足りないしくだらねえことにコイン使いすぎたわ。でこの下お腹が空いたよ生贄9人食べたい。こういうこともしかして。やばこいつ。このギミック怖すぎるだろ。こんなゲーム今までなかったぞ。これアトムだいぶ非人道的なことしてるけど大丈夫あいった。これで開くのか。魂の谷って書いてある1今青の玉の数が1だったってことだね。これ分かったぞ今の。1 2 2 1 3 1 3 2。ちょっと落ちたんですけど。届くこれ。届かんじゃん。てかこれジェットが出せねえんだけどこれどうすればいいの。いやむずいってどう考えたってむずいって1 2 3。これじゃダメなんだ。間隔が長すぎるんだろうな。どっから飛ぶよこれ。あーこれか。いってみるか。1 2 3 OK。あいった。ギリギリ多分いった。あー一応コインがあるからコンティニューができるってことね。あーなるほどね。コンティニューの時に博士のウランも補充してくれんだ。なるほど OK。あーやっと来れた。なんだこいつら。当たんのかしゃがんでもでここで弾を入力しなきゃいけないのかね。50ってさどういうこと。そんな飛んでた1とか2とかの単位じゃないんだ。どこまで数えればいいんだあの玉。いやーほんとに謎。攻略を見ても謎。あなんかアイテム取ってる。もしかしてこれ命の泉じゃない。もしかしたらだけど、これ持ってステージクリアすると博士のウランが満タンになる可能性がある、今のところ。ありがとうございます。今、この実況の中で一番心が安らいだかもしれない。行くぞ。これを、飛んで、赤い玉 1！ 赤い玉、10でいいのもしかして。いいんだ